37番目平成18年標識からの問題ですねでは早速やってみましょうはい、えー、本日に関しましてはこれは×という、ね、ことになります、えー、まず問題文でねこの「一段の宅地」なんていう、ね、言葉がありますけれども、まあ、これはね、えー、いわゆる10区画以上の宅地。 分譲を行うううというような状況の場合ですですから、この一段の宅地建物といいますとですね、この10区画以上の宅地、またはですね、10個以上の建物のことをですね、これ一段のというふうな言い方をしています。で、まあ問題文でね、この標識、 まあこれはいわゆる宅建業者のね、まあ、例えば免許証ですとか、まあ、代表者ですとかね、あとはこの専任の主任者の名前なんかがね、乗っかっているこの標識をですね、まあ、掲示しなければいけないのかということに、ね、なっているわけですけれども、やはりね、こういった案内所であってもですね、こういった10戸以上の建物ですとか、まあ、10区画以上のですね、土地を分譲するといったような場合に関しましてはね、やはりどういった媒介業者がですね、こういった取引、まあ 販売をを行っていいるのかととうことをですね、やはり表示しなければいけませんということでこの表紙の標識の掲示は必要ということになってくるわけですね。では以上です。